皆さんこんにちは文学部日本史学分野3年の川原勲です自分からは文学部で学べることについてご紹介させていただきたいと思います文学部と聞くと文学作品を読んだり自分で文章を書いたりする活動を思い浮かべる方が多いかもしれませんしかし文学部には他にも多くの分野があり自分の好みに合わせて分野を選択することができます例えば本を読むのが好きだったり言語に興味があるという人は 日本文学語学や英米文学語学言語学などの分野を選択するのがおすすめですまた歴史が好きだという人は日本史学や西洋史学東洋史学など歴史学系の分野を選択するのがおすすめです地図を見るのが好きだったり旅行が好きだったりする人は地理学という分野を選択するのがおすすめです古墳や遺物などの文化財に興味があるという人は考古学や文化財学などの分野を選択するのがおすすめです さまざまなことについて考えることが好きな人は。倫理学など哲学系の分野を選択するのがおすすめです。また学習活動にもさまざまな種類があります。先生方の話を聞く講義や。自分で資料を準備して発表する演習発表。また分野によっては実際に現地に足を運んで学びを深める。研修旅行やフィールドワークなどの学習活動もあります。 それに加えて自主的に学習活動を行う分野もありますこのように文学部では様々な学習活動を通じて自分の好きなことをとことん追求することができますぜひ文学部にお越しくださいこれで文学部で学べることについての説明を終わります詳しくはホームページの方をご確認ください次はこんにちは日本文学語学分野3年の野口ほのかです 私からは、広島大学文学部の入試についてと、課外活動について説明させていただきます。まずは、入試についてです。広島大学文学部の入試は、一般選抜、前期・後期と、総合型選抜、いわゆる光輝き入試があります。私は、総合型選抜を受験し、日本文学語学分野の学生として入学しました。 総合型選抜では自己推薦書を提出し一次試験として課題図書に関する質疑応答が行われましたこちらは現在では小論文形式になっています続いて面接が行われ最後に共通テストの特典により合否が決定しました総合型選抜の一次試験では各分野であらかじめ指定された課題図書に基づきその分野を学ぶ上で必要な読解力論理的思考力 文章表現力などを見る小論文試験が行われます古典などを含む各分野の特性に応じた基礎学力・知識も問われます二次試験では文学部・人文学科全般及び各分野の勉学に対する意欲や関心大学での学生生活全般や研究活動への適性が見られます出願種類の内容について深掘りされたり なぜ広島大学文学部に入学したいのかなどを問われます最新の情報は必ず大学ホームページの学生募集要項を確認してください総合型選抜の準備を行う上で私が大切だなと感じたことが3点あります1点目は自分が何に興味があるのか大学では何について研究したいのかを深く考えること 2点目は研究したいと思うことについて熱意を持ち自分なりに考えたり調べたりすること3点目は広島大学文学部の特徴について知ることです準備を行う段階で自分自身と向き合う時間を作ったり自分の考えを言葉にしてみたりすることが大切だなと感じました続いて広島大学の課外活動について説明したいと思います 広島大学には、多くの部活動、サークルなどが存在しています。部活動に関しては、体育会所属の部活などがあり、広島大学のホームページや、入学式で配布される資料、広島大学体育会の公式インスタグラムなどに紹介が記載されています。多くの学生が何かしらの部活動、サークルなどに所属しており、文学部の学生も例外ではありません。 部活サークルどちらに所属しても学業やバイトと両立できると感じています私自身部活動に参加しており広島大学体育会弓道部に所属しています現在女子部の副首相をしており週に4回練習を行っています年に10回ほど大会に出場しており中国地方や九州に行くこともあります大会の関係で授業を欠席することもありますが 担当の教授と相談したり、友人に資料をもらったりして勉学に支障がきたさないよう注意しています部活動やサークルで学部外のつながりが増えたり他の学校の学生と交流できたりとメリットも多くありますどんなことにでも言えることですが計画的に準備を行い、勉強や自分の生活に支障がきたさないようすることが大切だなと感じています これで私の説明を終わります次皆さんこんにちは日本文学語学分野3年石川七日です私からは大学生の授業について説明させていただきます広島大学では1年間が1から4タームに分けられていますタームというのは高校生でいう楽器のようなものですスライドで示している時間割は 私が実際に一年生の1タームの時に受講していた時の時間割になります1コマ目は8時45分から始まり1授業90分になります時間割を自分で組めるというのが高校生とは違う大学生の授業の特徴ではないでしょうか一年生のうちは文学部での専門科目はあまりなく全学部対象の教養教育科目から 興味のあるものを中心に受講することになります続いて2年生の授業について説明をします2年生からは各分野に分かれることになります私は日本文学語学分野なのですが他にも西洋史、考古学、日本史等たくさんの分野があります自分の分野の授業が中心になり文学部が開講する授業を受ける人がほとんどになります 最後に3年生の授業について説明をします。時間割を見てもらったらわかると思いますが、授業数は減ります。ただ、内容がより専門的になります。この時期からみんな卒業論文に向けて動き出し始めます。大学生の授業についてイメージが湧きましたでしょうか。皆さんの大学選び、学部選びの助けになれば幸いです。 続いては大学生の一日について Vlog 風の動画を撮ってくれたのでそちらをご覧ください広大文学部生の一日ということで僕の一日の様子を紹介します朝7時半頃に起きて支度をして学校に向かいます僕は毎日車で通学をしています広大では3年生から車で通学することができるようになります これが文学部棟です教室で1コマ目と2コマ目の授業を受けます授業が終わったら友達と学食に行きます学食は自分の好きなものを選んで取る方式になっています今日の僕はご飯と味噌汁とチキン南蛮を選びこれで大体500円ぐらいですお昼ご飯を食べたら空きコマは研究室で課題をします今日は5時からバイトがあるのでそれまで勉強しその後友達と別れてバイトに行きました 夜9時ごろバイトから帰ってきました夜ご飯やお風呂を済ませ夜も少し勉強をしていきますこんな感じで簡単ですが1日の様子を紹介しました皆さんの参考になれば幸いですということでおやすみなさい続いて文学部オリエンテーションキャンプについて紹介させていただきます文化財学分野3年の安本遥です 文学部オリエンテーションキャンプとは通称オリキャンと呼ばれる毎年4月に行われている新入生歓迎イベントのことですコロナ禍以前はキャンプを実施していたのでこのような名称となっていますが現在は学内での日帰りイベントを開催しています文学部オリキャンの特徴は1つ目に新入生の約9割が参加しているという点が挙げられます 大学では高校までのクラスがなくなるため友人が作りづらくなるというのは聞いたことがあるかと思います初めは一人だと不安を感じる人も多いですが文学部アリキャンでは多くの同級生と交流することができ友人も作ることができますまた部活動やサークル活動とは異なり文学部の学生のみが参加しているため授業や分野配属など学部ならではの悩みも相談できるというメリットがあります 2つ目は23年生との先輩とも交流ができるという点です文学部オリキャンでは主に班での活動を行うのですが班ごとに数人の23年生がおり新入生のサポートをしてくれます大学での勉強や一人暮らしアルバイトサークル活動など気になることは何でも相談することができます次に オリエンテーションキャンプの内容について2024年度のものを参考に少し説明させていただきますまず入学してすぐに対面式を行い一緒に活動する班のメンバーと顔合わせをしましたまた授業が始まる前までに履修登録会を複数行い先輩が皆さんの履修登録をサポートしています授業が始まってからは 平日週2日ほど放課後の時間に班活動という班ごとのレクリエーションを行い4月の下旬にオリエンンンンテーショキャプ春本番という学内日帰りイベトを開催ししまたオリエンテーションキャンプ春本番略して「春本」というのですが今年の春本では午前中に学内を歩いてミッションに挑戦するオリエンテーリング。 午後に一年生が出し物の発表をするスタンズ発表会を行いましたこの写真は午前中のオリエンテーリングの横断歩道でザ・ビートルズのジャケット写真のような写真を撮影するというミッションの写真です他にもクイズなどのミッションもあり半ごと和気あいあいとしながら取り組んでいました次の写真は午後のスタンズ発表会の様子です この班はダンスを発表してくれましたが他にも劇やクイズの発表もありました23週間という短い時間の中で1年生だけで準備をするので少し大変さもありますが実際に私が1年生の時にスタンツを経験してこの準備の中で班のメンバーとも非常に仲良くなれたと感じています以上で文学部オリエンテーションキャンプの紹介を終わります 最後になりますが、この動画で広島大学での生活について少しは知ってもらえたなら嬉しいです。皆さんが自分の行きたい大学に入学できるよう心から応援しています。ご視聴ありがとうございました。受験勉強頑張ってください。皆さんのご入学、お待ちしています。